里中町子は、日本の漫画家、大阪芸術大学教授、公益社団法人日本漫画家協会理事長、大阪府大阪市出身、描いた作品数は2019年時点で500を超える。2009年9月6日、国際漫画サミットフェスタにて、国際漫画サミット実行委員会委員長、水島真嗣、環境大臣、斉藤哲夫、 日本漫画家協会場無理事、千葉哲也、デジタル漫画協会会長モンキーパンチと小学校、入学に際して何か本を買ってあげると言われて、親と本屋に行った時に当時創刊された月刊のカヨを購入する。その中の手塚治虫トンから谷物語を好きになりそこから、少年漫画も読み始めて、鉄腕アトムや、すでに連載が終わっていたが、 当時はまだ珍しかった単行本になっていたジャングル大帝を愛読した。火の鳥を模倣して自分で書いた愛のオーロラで時間の流れを小回りで読者に確実に伝える手塚の技法を模倣した。19歳の時、生の手塚を治に見かけた時、気持ちがふわふわして緊張した。24歳の時、 新幹線光で大阪まで手塚治虫と二人だけで移動することになり、究極のエロティシズムを書きたい話や奥様の話を聞くというチャンスに恵まれた。中学在学中から漫画家を志していた。成績は良かったが漫画が悪所とみなされていた時代であったので、学校の教師や母親は漫画家になることには強く反対していた。テストで一問間違えたら、 漫画を一冊捨てるという条件を母親に出し、優先順位をつけて本当に残したい蔵書は守りつつ、漫画との関わりを続けた。手塚作品が様々な歴史の知識や科学理論を背景としていることから幅広い読書の必要を痛感し、高校進学後も含めて図書館の本を読み漁った。16歳で第一回講談社新人漫画賞で1位入賞し、そのままデビュー。 週刊誌が取材に来る一躍脚光を浴び、親や教師も漫画家になることを賛成するようになった。人物描写力を磨くため、目をつぶって、新聞で指さした記事の当事者になりきって、考えるという独特のトレーニングを編み出した。大学受験が近づくと、漫画業を一時休むことを勧められたが、学校は一生はいかないが、仕事は一生と考えて、3年生で、 大阪市立桜宮高等学校を中退した。その後、当時の少女漫画で描かれたような恋やときめきだけでなく、激しい愛のあり方や、愛によって生まれる憎しみや苦しみ、道ならぬ恋愛などを描いた。それらはやがて少女漫画というジャンルを超えて、大人の女性も読む恋愛ドラマとしてその世界を広げていった。近年では、天井の虹やギリシア神話、名作オペラ、 旧約聖書のコミカライズ等を出版している。創作活動以外にも多彩な社会活動を行っており、過去現在ともに学識経験者、文化人として実績がある。コミック表現の自由を守る、会世話人、漫画原稿を守る、会賛同者など、漫画家の権利と地位向上に関する活動にも熱心である。国が計画中の漫画、アニメ等を展示する。 施設、国立メディア芸術総合センターを推進する立場を取っており、新聞報道などで同施設が国立漫画喫茶と書き立てられたことに誤解されていると危惧しているとコメントしている。その上で近年取り上げられている児童ポルノ法改正案に対しては表現の自由を侵害するとして慎重な立場を取っており、創作物の規制、 単純所持規制に反対する請願署名市民有志の賛同人として名を連ねている。2010年の東京都青少年の健全な育成に関する条例改正に反対する記者会見にも千葉哲也、長江豪、竹宮恵子らと共に出席している。また、放送倫理、番組向上機構。 BPO 評議委員会議長代行を務める。また、漫画、ドカベンに登場する、里中里氏の名前の元となった人でもある。野球教の歌の音菓子平八郎が主人公である。10番シリーズでは、子供や女性の作画で協力している。私生活では20歳の時編集者と結婚、その後、離婚している。多多数生歴は、受賞年を示す。ありがとうございます。